こんにちは、S&D です。今日は一人で壁を使ってできるアンダーパスとレシーブ練習を紹介していきます。一人でも壁があればできるので、体育館や公園などでぜひ練習してみてください。まずは普通にアンダーパスを行っていきます。上まで壁がある方はもう少し高くパスを出しても大丈夫なので、ゆっくり丁寧にアンダーパスを行っていきましょう。このパスで膝も使って丁寧なパスを返す練習をしていきます。途中で左右の足を前後入れ替えて行っていきましょう。次は先ほどよりも低い位置に当てて平行パスを行っていきます。姿勢を低くして体の重心移動も使いながら行っていきましょう。これも途中で前後の足を入れ替えて行っていきます。次は横に移動しながらパスを行っていきます。当てる位置を少しだけ横に当ててサイドステップをしながら横に移動していきます。ある程度横に移動したら反対側に移動していきましょう。次は体を横に向けてパスを行っていきます。この重心の使い方は二難トスなどで使うので、ここでも練習をしておきます。体の横で捉えてもまっすぐ返せるよう、膝と面の角度を意識して練習をしていきましょう。次は投げたボールをレシーブしていきます。最初はそこまで強く投げなくても大丈夫ですので、跳ね返ったボールを丁寧にレシーブしていきましょう。最後は自分で打って跳ね返ったボールをレシーブしていきます。先ほどの投げたボールよりも少し球の勢いが速くなると思うんですが、打ったらすぐに構えてレシーブをしていきましょう。これも面の角度を意識して行うことが大事です。一人でも壁があれば少し応用の効いた練習もできるので、ぜひこの一連の練習をやってみてください。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから、インスタ、TikTok、Twitter もやってますので、ぜひ概要欄から見てください。また次回の動画でお会いしましょう。